おっす、おいら、ピロ。どうも、アルポリチャンネル管理人のピロです。今回はですね、こちらのワカサギをうちのノーザンバラムンディのアロヘイ君に与えていこうと思います。で、このワカサギなんですけども、うちのね、会社の先輩がワカサギの穴釣りですね、氷上に穴を開けて釣るやつ、あれがすごい大好きで、なんか結構行ってるらしいんですよね。で、それでちょっと先輩にね、ちょっとうち洗わないんですけど、よかったらもらえないですかねって言ったらね、なんとくれました。はい、いやー嬉しいですね。うん、普通にこれね、食ってもうまいんでね、ちょっとね、すごい楽しみなんですけど、早速ね、やっていきます。はい、ではですね、早速今からね、こちらのワカサギをノーザンバラムンディのアロヘイ君にあげていこうと思います。来るかな。ちょっとね、1年前にもね、多分同様の動画を投稿したんですけど、で最近結構ね、土壌を上げてるんでね、どうだろうな、アロヘイ来るかな。やっていきます。ほい、お、食った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 、食いますやん。あれ、吐いた。え、いらない？いらない？そう。いや、お前吐いてますやん。マジ？いらない。うわ、食わねえし。もうふざけんなよ、お前。ワカサギだぞ、お前。天然の。もう一回見ます、ちょっと一回。これ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 、うわ、食わねえ。マジ嘘だろお前。あと、お嬢食ってっからかな、やっぱ。美味しくないそう、食べないの。まあ、お嬢食わせてっからさ、さね、食わねえし。ちょっとお前いいもの食ってるからって、お前余力のしないなって、お前この野郎。美味しくない？アロヘイ、そう、マジ嘘だ。めっちゃうまいはずなんだけどな。うーむ。はい、というわけですね、なんとね、アロヘイくんね、この天然のワカサギをね、食わないと。うん、まあおそらくね、土壌食ってたから思うんすよ。うん。結構土壌最近バカス上げてるんで、うん、まあ多分お腹いっぱいだと思うんすよね。うん、なのでね、アロヘイが、食べないワカサギ、俺が食おう。というわけで、はい、今回はね、ちょっとね、番外編としまして、このワカサギをね、ちょっと料理していきます。はい。まあね、私、こう見えて、アロワナ配信会の道場六三郎とね、周りからみんな言ってるんですけども、はい。ちょっとね、今回はちょっとね、アロヘイが食わなかったワカサギね、本当にまずいのかっていう感じでちょっと検証していこうと思います。はい。じゃあ早速ね、作っていきます。
はい、できました。こちらがですね、まあ、王道のワカサギの唐揚げですね。はい、でこちらがね、あのワカサギのあのニャンニョムチキン風ですね。はい、あの韓国のちょっとあの辛いチキン風のちょっと味付けにしてみました。はい、めっちゃうまそうでしょ。うん、いやこれはうまいわ。これほんと銀座で多分食ったら多分8000円ぐらいすんな、おそらくな。ああ。じゃあね、ちょっと今からこれをね、あのちょっと実食していこうと思います。はい、はい、ではですね、今からこちらの唐揚げですね、あの食っていこうと思います。なんでお前食わなかったの、アルフ。こんなうまそうなやつふざけんなよ、ほんとに。よし、じゃあ食っていくか、早速。よし、いただきます。生きている。入んないじゃねえかよ、お前。ふざけんなよ。あ、めっちゃうまい。すごいうまいですね、唐揚げ。ほんとですね、とりあえずあの片栗粉だけでやったんですけど、ワカサギ味付け、あと何もね入れずに、めっちゃうまいですね。いや、めっちゃうまい、めっちゃうまいじゃん、アロフェ。うまい、なんで食わなかったの、こんな美味しいやつ。あ、めっちゃうまいっすわ。はい、じゃあね、こちらですね、はい、ワカサギのあのニャンニョムチキン風食ってこいます。めっちゃうまいやん、これ。どうだろうな。はい、あ、美味しいですね。すごい、こっちはね、あのスパイシーで、すごいあのビールに合いますね、おそらく。これうまいな、これ。これめっちゃうまいっすよ、これ。うま。美味しい。はい、というわけですね、こん今回ですね、あのノーザンボラムンディのアロフェイ君にワカサギをあげてみた、そして食べなかったんで俺が食ってみたという動画でした。はい、まあ感想しましたらですね、まあ普通にワカサギはうまかったと。なんでお前来なかったわけマジで、なんでやねん。まあ、あれはね、結構ね、あの食わず嫌いする魚なんで、やっぱその餌のね、まあローテーションと言いますか、それみんな結構気にしてね、やってる方が多いと思うんですけども、まあ、おそらくまあ土壌をね、いっぱいあげてるんで、うち今。だからおそらくまあ、それでおそらく腹いっぱいだと思うんですよ、今。だから食ってくれなかったと。まあね、こうやって、美味しくね、私全部食いますから、残りは。はい。まあこんな感じでね、あの今後も配信していくと思うんで、よかったら、動画の高評価よろしくお願いします。ではね、また皆さん、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。